電気にはプラスとマイナス2つの種類が存在することはよく知られています。プラスとマイナスは引っ張り合い、同じ種類同士は反発するという性質があります。このプラスとマイナスの電気をどこまでも細かくしていくと、やがて電気の根源にたどり着きます。それは陽子と電子です。陽子と電子はプラスマイナスが異なりますが、持っている電気量は等しく、これが電気の最小単位となります。陽子は電気を持たない中性子と原子核を構成し、原子の中心に集中して存在しています。一方電子は陽子と同じ数だけ原子核の周囲に散らばって存在しています。電子が原子核から離れることなくまとまっているのは、プラスとマイナスの電気が引っ張り合っているからです。古典的な物理学の計算によれば、この電気的な引力によって電子は原子核に落ち込んでしまうはずです。しかし現実の原子ではこのような現象は起こっていません。電子はなぜ原子核の周囲にとどまっていられるのでしょうか。これを解明したのが量子力学でした。量子力学によれば、電子は原子のようなミクロなスケールに閉じ込められると波動となって原子核の周囲に広がるのです。電子の波動は量子力学によって決まるそれぞれ固有の状態があります。同じ波動は同じ原子内に入ることができません。そのため何種類もの波動が重なり合って原子が構成されているのです。こうして電子は原子核に落ち込むことなく、原子核の10万倍ものサイズに広がります。この広がりが原子の直径であり、およそ100億分の1メートルです。電気を利用するには、普段は原子の中に取り込まれている電子を外へ引っ張り出す必要があります。その作業を自然発生的に行っているのが導体です。私たちは銅やアルミニウムなどの導体に電圧をかけることによって電子を移動させ、電流を起こしているのです。